こちらはネクスコ東日本です。 午後0時現在の道路交通情報をお知らせします。 はじめ中央環状線内回りの情報です。 6号三郷線可比を先頭に四つ部まで 5キロほど交通集中のため渋滞しています。 引き続き京葉道路を木更津方面へ走行中の方にお知らせします。 15キロポスト付近の幕張インターに積み荷があるという第一報が入りました。次に花ライターを先頭に奈良木インター付近まで 2キロほど交通集中のため渋滞しています。 ハイウェイラジオ京葉道路市川よりお伝えしました。あなたの